皆さんこんにちは。今回は、インスタグラムで見かけたという介護系の広告について取り上げます。よく介護業界の求人広告があるのですが、中には異様なものもあります。そこには、ネットに存在する巨大な悪質業者の影がありました。先日、視聴者さんからインスタグラムで怪しい広告を見かけたので調べてほしいというリクエストをいただきました。何種類か教えていただいたので、まずはその広告をお見せします。まずはこちらですが、ナイトケアの募集、と書かれた広告で、老人の写真と状況が記載されています。夜間に世話をしてくれる人が必要です、と記載されており、主に掃除や料理、定時散歩を行うようです。月給30万以上となっており、住所を見る、というリンクがあるのですが、アクセスするとこの人物の住所が表示されるのでしょうか。次にこちらの2枚ですが、障害者向けの仕事、と書かれており、障害を持っている方へ向けた求人広告だと思われます。写真には車椅子に乗った方々が写っており求人条件なども記載されている、一見普通の広告です。しかし、これらの広告にはおかしな部分もあります。例えば、足と足が不自由です、という日本語が不自由な箇所があったり、こちらの広告に関しては月給50万円が提示されておりますが、職種などは書かれておらず明らかに異常です。これらの広告を出しているのはいずれも異なる企業のようですが、どこかデザインが似ているようにも思えます。特に目を引くこの広告ですが、老人の写真を調べてみると全くの別人であることがわかりました。この写真は、上記の記事に掲載されていたものであり、厚生保護施設の理事長として紹介されています。名前が伊藤拓磨、となっていますが、名前も全然違うので、ここに書かれている情報はデタラメでしょう。架空の人物を使って、一体何を募集しようとしていたのでしょうか。この広告について不審に思った方がツイッターにもいました。75歳の男性の家に住み込みで休みも6日しかなく、夜間だけ介護が必要って何するの、と指摘があり。確かに書かれている条件もかなり異常ですね。このように、インスタグラムでいくつか異常な求人広告が表示されていたようです。今回は、これらの広告について検証していきます。さて、検証するために例の広告を探してきました。インスタグラムで、介護系のアカウントをいくつかフォローしていたところ、同じ広告が表示されるようになりました。これらの広告にアクセスしてみると、いずれも同じようなページにたどり着きます。検証しやすいようにパソコンの方で表示しておりますが、このように介護系の求人サイトへのリンクがいくつか表示されるようです。アクセスしてみると、求人サイトへの登録を促されるようになっています。怪しい企業のサイトというわけではなく、普通の求人情報サイトです。この広告のアクセスログを追ってみたところ途中で Google AdSense の URL を挟んでいる形跡があり、おそらく広告を踏んだ後のこちらのサイトに関しては、広告を踏ませるためだけのサイトです。で、ここに記載されているサイトについても URL を確認すると、クリックしたユーザーを追跡するパラメータがついています。簡単に言うと、アクセスしてきたユーザーがどのサイトからどのようなリンクを辿ってきたのかわかる情報が付与されています。なので、広告から入ってきたユーザーがいればその広告を貼っている人物へ報酬が発生するのでその情報を特定するためのものです。このページからつながる求人サイトは、介護ジョブ、というサイトですが、アフィリエイトプログラムがあります。あるサイトの情報によれば、報酬金額は700円から8000円ほどとなっており、おそらく広告を踏んだユーザーが登録すれば報酬が発生するような仕組みになっているのでしょう。ということは、求人サイトの管理者がインスタグラムにこの広告を出しているわけではなく、あくまでアフィリエイトプログラムに登録した何者かが作った広告なので、書かれている内容の信憑性は全くありません。なので、介護を必要とする伊藤拓磨も月収50万円の仕事もないと言っていいでしょう。このように、
目を引くためだけにこのような広告を作る悪質な人物がいるのですが、一体何者なのでしょうか。このようなサイトのデザイン、例えば古いサイトにアクセスした時などに、皆さんもよく見かけませんか。この手のサイト、実はドメインパーキングと呼ばれる業者が関わっているようです。ドメインパーキングについて説明しますが、代わりにドメインを保持してくれる業者です。例えば使いたいドメインがあるけど、今はまだ使わない、という場合は一度取得して業者に預けておくことができます。ドメインを預けている間、業者はそのドメインに広告を掲載することで収益を得ることができます。ドメインを預けている側も、収益が支払われるので、それによってドメイン保持の費用などを賄うことができます。つまり、使っていないドメインがあるならパーキングサービスに登録して収益を得ようというものです。このような仕組みになっているのですが、厄介なのが、悪質なドメインパーキング業者もしくはドメイン所有者がいることです。先ほどのアクセスログを確認すると、ロゴがセドパーキングというサイトのサーバー上に存在することがわかります。セドパーキングもドメインパーキングを行う業者ですが、非常に多くのユーザーに使われています。この名前で検索すると、いくつか有害なページに飛ばされるという情報が見つかり、悪質なユーザーに利用されているようです。これらの悪質な広告を出しているのは、おそらくドメインを預けているユーザーが、悪質な広告を貼って、パーキングドメインサービスの業者から収益を得ているものと考えられます。このようなケースは多々あるようで、ハッキングされたドメインなどがパーキングサービスに登録され、乗っ取られたドメインで広告収入を得る、というケースもあるようです。わかりやすい構図があったので引用しますが、このように、広告主が Google に、さらにパーキングサービス業者に、そして最終的には、ドメインを持つユーザーに収益が行く構造となっており、収益を得ようとするユーザーがアクセス数稼ぎのために広告を出していたというわけです。パーキングサービス業者はそのような悪質ユーザーを取り締まることはなく、現状の話になっております。以上がインスタグラムにあった奇妙な広告に関する内容です。書かれている内容は全てデタラメなので、このようなサイトを見かけたら騙されないようにしましょう。いかがでしたでしょうか。求人広告にはいわゆるおとり求人というものがありますが、今回の広告については、広告を出している側は一切求人情報サイトには関与しておらず、単にアフィリエイトリンクを踏ませるだけの広告なので、皆さんも気をつけてください。